右向いて右。勇気ある画期的な山本決定がこういう形で葬り去られたということは、本当に残念です。残機の思いに耐えません。昭和は相変わらず原発村に、今年の流行り言葉じゃありませんけども、原発村と政府、電力事業者の思いを忖度をして不当な決定を私たちに押し付けた、こういうふうに言えます。私たちは日本中の原発を止めるために戦って、おります。で、脱原発、原発を全部なくすための道のりは険しいものがありますが、我々は目の前のことに一喜一憂しないで、日本中の原発をなくしていく戦いを粘り強くこれからも続けていきたいと思います。高浜発電所の安全性が確保されているということについて、裁判所にご理解いただいた結果であると考えております。引き続き原子力規制委員会の審査に真摯に対応し、安全性信頼性の向上に努め、立地地域をはじめ社会の皆様のご理解を賜りながら、安全性が確認された原子力プラントの再稼働に取り組んでまいります。さらに再稼働により電気料金の値下げを行い、価格面の競争力をしっかりと高めてまいりたいと考えております。